辛坊の旅クリスマスバージョン。ということで、あのえりすぐりの美女の皆さんに集まっていただきました。ありがとうございます。本当にむっちゃ可愛いよね、あなた。いやどうでもいいけど。ありがとうございます。異様に可愛い子が横にね、本当に、ご協力ありがとうございます。すいません。で、メインテーマはこちらです。アゼルバイジャン産キャビア。YouTube をご覧いただいている方はご存知だと思いますが、このアゼルバイジャンのキャビアはですね、59ドルで市場で突然買ったんですが、でそこでラッピングしてもらったそのまんまです。だからあの正直私今非常にドキドキしております。でなんでドキドキしてるかというと、キャビアには大体2種類あるんですよ。で非常に塩蔵品といって塩のきついやつ、まあ、ロシア産はほとんどが塩がきついんで、これは阪急百貨店で買ったキャビアなんですが、これはですね、賞味期限が1年前に買ってもまだあの来年まであります。で結構持つんです。ところがこの買ったやつが実はよくわかんないんだけど、フレッシュキャビアだとすると多分もうちょっと賞味期限的に無理じゃないか。でそもそも本当に買ったのがキャビアなのか、騙されてんじゃないのかとか、いろんなことがあってですね、まあ、あの今まで怖くて開けてなかったんですが、せっかくクリスマスですから、ドンペリロゼ、はい、ドンペリロゼ、いわゆるドンピンというやつです。はい、ドンピンを用意してあなたのために用意しました。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、ミスユニバース、そうです、ミスユニバースの何年でしたっけ。私2016年、はい、兵庫代表、はい、はい、2015年兵庫代表、はい、ミス読売テレビ、はい、すいません、恐縮でございます。いいえ、恐縮です。はい、ということで、じゃあ行きますね。開けますよ。はい、覚悟はいいですか。はい、でですね、キャビアはですね、金属スプーンを使っちゃいけないんです。なぜかというと、金属スプーン使った瞬間に味が変わるので、でキャビアスプーンっていう、あの真珠貝の貝殻で作ったスプーンをと発注したんだけど、アマゾンで発注したんだけど、今日に間に合わなかったんですね。仕方がないので、ダイソーで30本100円のやつ買ってきました。これの方は金属スプーンよりもだいぶマシです。匂いがしないですから。だから金属はあの触れるとですね、酸化するんですよ。で、匂いがする。皆さん、鉄棒を握ってぐるぐる回るとこう匂うじゃないですか。あれ実は手の油が金属と反応して匂うんですよ。で金属臭がするっていうのはそういうことなんです。だからキャビアを金属スプーンでこうすくうと、キャビアの脂肪と金属スプーン、まあそんなことどうでもいいですね。開けます。すっげえドキドキするわ、これ。これね、その時にあの動画を見ていただいたら分かりますけど、目の前でラップしてもらったそのままなんですよ。いや、でもそんなに嫌な匂いではないですね。腐ってるような匂いではないんだけど、よくわかりません。これですね、ベルーガって言って最高級品のキャビアなんです。どういうことかというと、これがね、阪急百貨店で買ったベルーガなんですよ。この阪急百貨店で買ったベルーガってこれでだいたい1万5000円ぐらいするんです。これは今日皆さん食べていただきます。これこんだけのサイズですから、これもし本当にベルーガで食べられるとすると59ドルでもかなり安いですよ。こっちは大丈夫です。これは塩蔵品で賞味期限ないですから、はい、2019年ほら1月31日って書いてあるでしょ。はい、大丈夫です。うん、最悪皆さんにはこれを食べていただきます。はい、これお塩トラって言うんですけど、これはあのキャビアって粒の大きさ、つまり、まあ、お母さんの種類が違うんだけど、魚の種類が違うんだけど、粒の大きさでランクがあって、これお塩トラって言って、こっちの方が高くて粒が大きい、こっちはちょっと安いです。でもう一段安いやつがあるんですけど、まあこれは上から数えて2つですね。さて、あ、どうやって開けんだこれ。あれあれ、開け方わかんねえぞ。これはネジだけど、これネジじゃないよな。
中止かな。ちょっとね、そこに俺のナイフがあるんだけど。ああ、ありがとうありがとう。そっち側、こっち側、はい、ありがとう。はい、すいません。こういう時にはね、ナイフでこじ開ける。ね、ということで、ナイフでこじ開けたいと思います。おお。開きました。どんなものか。匂いは大丈夫。匂いは大丈夫。腐ってない。やっぱりね、これベルーガだって言われて買ったんだけど、ベルーガじゃないですね。セブルーガですね。だから、本物のベルーガです、うん。はい。本物のベルーガです。変わらん。オッケー。少なくとも詐欺られてない、本物のキャビアです。間違いありません。となるとですね、これ安いよ、やっぱり。これ59ドルはむちゃ安いわ。だってこっち1万5000円だよ。これ高って感じでしょ。高い。ちょっと量りをゼロに、ゼロメモリ合わせてもらいますか。あ、ゼロ合ってるね。待ってよ。何グラムあるかというと、えい、何グラムあります。ちょうど50。50グラム。50グラム、50グラムで59ドル。1グラム、1ドルちょっと。めちゃめちゃ安いわ。普通ベルーガってグラム1000円って言われてるんですよ。グラム1000円、1グラム1000円、はい、だから多分ね、金よりはちょっと安いけども、うん、だけど、まあ、これだけどね、残念ながらベルーガではありません、粒のサイズから見て、セブルーガっていう、うん、これの2つランク下のものですから、うん、ベルーガではないんですね。まあ、買った時も俺も粒小さいからベルーガじゃないだろうなとは思ったんだけど、でも味は完璧です。大丈夫です。傷んでません。十分美味しく食べられます。好きな人も嫌いな人もいると思いますけれども、ぜひちょっと食べていただいてですね。どうぞ。もう行ってください。ここから。いや、どっちでも。まずこっち、じゃあ緩急の高いやつからいっぺん食べて、はい、これを味を覚えていただいて、はい、どうぞ。これ何粒ぐらい取ったらいいんですか。そうですね。あなたは特別に7粒いるし。7粒。数えられるかな。ちょっと7粒頑張って。7粒。冗談だよ。7粒ぐらいですかね、これ。うん、いいからもう、はい、どんと息。いただきます。はい。おお。はい。おいしい。おいしいです。おいしい。おいしいです。それじゃあね、やっぱりこれにはドンペリのロゼを合わせちゃうよ。はい。ドンピンね。ドンピン合わせて。どうぞ食べてください。はい。こっち行ってみて、こっち。はい。変えた方がいいですかね。あ、スプーン、そうですね、うん、はい、ありがとうございます。あ、なんかちょっとやっぱイクラに似てるのかな。
なんか魚は基本的にね、イクラっていうのはロシア語で魚卵のことをイクラって言うんですよ。だからイクラってロシア語なんです。だから厳密に言うとこれもイクラなんです、間違いない。イクラって言ってイクラ、うん、へー、イクラ、よいしょ。それでは、はい、あなたの一人に乾杯いいクリスマスだわご協力ありがとうございました。いやいや、こちらこそ。キャビアごちそうさまです。いいえ、どうぞどうぞ。以上、おしまい。おすすめです。結果から申し上げるとですね、ベルーガって言われましたが、ベルーガではありませんでした。だけどキャビアであることは間違いありません。でこのキャビアで、この量で、59ドルははっきり言ってかなり安いです。アゼルバイジャンまで飛行機代払って行って買うほどではありませんが、行ったらお土産に買ってくるのは正解だと思います。ぜひその際はですね、保冷バッグを忘れなく。メリークリスマス。おしまいです。おしまい。じゃあ皆さん食べるなり飲むなりして来てください。お疲れ様です。おしまいです。